コーク軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部にし、エドワーズ高原に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3320人であり、2000年の3864人から14.1%減少した。軍庁所在地はロバートリー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名は第15代テキサス州知事リチャードコークにちなんで、 名付けられた。航空軍は、以前に禁酒軍だったが、2005年に、ビールとアインの販売を認める法が成立した。1700年頃から1870年代にかけて、コマンチ族、トンカワ族、リパン・アパッチ族、カイオワ族、キカプー族など、インディアン部族がこの地域を動いていた。これらの部族は川やクリークに沿った岩陰で暮らしており、その後には、人工物や、 種の貯蔵物、道具、墓所、岩国へ、川の貝殻、七面鳥や鹿の骨、火打石のナイフ、ヘラ、矢尻などが残された。1851年、アメリカ陸軍のシャドボーン基地がフロンティア防衛のために設置され、南北戦争が始まるまで駐屯された。バターフィールドリックロ郵便が1858年から1861年まで地域を抜けて運航された。 1860年から1880年代初期、後に航空軍となる地域に入っていたのは広大な牧草地に引き付けられた牧場主だけだった。JJ オースティンが1875年に参加、近くに牧場を開いた。1877年にはベートフランチャーが入植してきた。1882年、テキサスパシフィック鉄道が サンアンジェロまでの運行を開始し、地域に入ってくる開拓者の数が増え始めた。1880年代は厳しい干ばつに見舞われ、フェンス切り戦争が続いた。州政府がこの紛争を解決することになった。1889年、テキサス州議会がトムグリーン軍の一部を分離して、航空軍を設立した。同年に組織化も行われ、ヘイリックが 軍庁所在地に指定された。軍内で最初の新聞であるヘイリック・デモクラットが1889年に発刊されたが後にラスラーと改名された。1891年、住民投票で新しいロバート・リーの町が軍庁所在地に指定された。南軍の将軍ロバート・イーリーはシャド・ボーオン基地で勤務したことがあった。同年、新聞社も 新しい軍庁所在地に移転され、ロバートリー・オブザーバーと改名された。d w キー博士がブロンテの町を設立し、イギリスの小説家、シャーロット・ブロンテにちなんで名前を付けた。この町は当初遅、その後ブロンコと名付けられていた。1890年に住民がブロンテと改名した、後で郵便局が認可された。シルバー・ピークボンにちなんだシルバーの町が、 牧畜業の中心として1870年から1880年まで置かれた。初期開拓者には S.M. コナー、R.B. アレン、W.G. ジェームソン、W.R. ウォーカーなどがいた。J.E. リード博士はこの地域で50年間唯一の医者だった。20世紀半ばに石油が発見され、それに関わる産業でシルバーの町にもブームが訪れた。1966年に、 石油開発用のキャンプが閉鎖されると、シルバーの人口も激減した。1892年、テニスンの街が設立された。この名前は、イギリスの詩人アルフレッドテニスンにちなむものだった。2年後には、郵便局が置かれた。1907年、カンザスシティ・メキシコ・アンド・オリエント鉄道が、サン・アンジェロから北に線を伸ばし、テニスン、 ブロンテの町やフォートシャドボー,オーンが恩恵を受けた。1910年には綿花の作付けがピークを迎えたが、1920年代にワタミゾームジの被害で急激に衰退した。この頃にはトウモロコシ、小麦、ソルガムや果樹の栽培も広がった。世界恐慌では大きな影響を受け、人口も減少した。1942年には石油が軍内で発見され、 1991年初期までに、累計の石油生産量は2億928万1131バーレルになった。石油から上がる利潤への課税によって、軍内のインフラや公共施設が改善され、軍民へのサービスレベルが上がった。石油の生産は、軍の収入の大きな比率を占めた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 群域全面積は928平方マイルであり、この内陸地899平方マイル、水域は29平方マイルで、水域率は3.14%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。